皆さんこんにちは、未来です。今回はこちら、ブラウンメイクなんだけどナチュラルでしかも簡単な方法をご紹介していこうと思います。ちなみになんですが、ほぼほぼねここ1週間ぐらいの毎日メイクになってます。めちゃくちゃ気に入ってるので、よかったら気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。 About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. はい、それでは早速始めていきます。もうすでにスキンケアと日焼け止めは終わっているんですけど、最近はですね、乳液兼日焼け止めでこちらを使っています。エリクシールルフレのバランシングお白いミルクを使っています。これが朝用乳液で、こちらがですね SPF50 プラスの PFO プラス入っていて、まあ、紫外線予防はバッチリかなと思います。あとね、これはね乳液の代わりにも使えるんですけど、塗るとね本当にね肌がワントーン上がるんですよね。だから気に入って最近ずっとこれを使ってます。はい、ということで早速始めていきたいと思います。最近はですねファンデーションはこちらを使っています。Get Ready With Me でもご紹介したんですけど、こちらのエスティローダーのダブルウェアのこのファンデーションを使っていきます。割とこれなんか乾燥しやすいとかっていう風に聞いたことあるんですけど、そこまで乾燥を感じたことがなくて、しかもこれ一発でこうアラとかも隠してくれるし、めちゃくちゃ綺麗だし崩れにくいしっていうことで、やっぱりね人気なだけあるなっていうファンデーションなんですよ。なのでこれをね使っていきます。で、私の使い方はこんな感じで使ってます。で、本当にこう毛穴とかもバッチリ隠したいとかそういう感じの時は下地も仕込ませるんですけど、普段使いはですねもうこのファンデーションだけでしちゃいます。なんせめんどくさがりなんで、はい。そしてこんな感じでスポンジで伸ばしていきます。はい、ファンデーション終わりました。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。カバーもしっかりされてるので、これは絶対現品買おうと思ってます。はい、ということで次にですね、最近は眉毛を描くので眉毛を描いていきます。眉毛もねいつも同じものなんですが、こちらですねセザンヌのブラシ付けアイブロウの繰り出しっていうものを使ってます。で、最近眉毛ねすっごいナチュラルにするようにしています。本当に軽いタッチで描くぐらい、うん、はい、こんな感じでもう足りないところだけピッピッピッってやってですね、眉毛にかかる時間がめちゃくちゃ短くなりました最近は。なんでだろう。次にですねこちらを使います。 RMK のパウダーアイブロウを使います。これもねいつも使っているものになるんですが、この真ん中のカラーを細身の筆にこんな感じで取ってあげて、真ん中真ん中真ん中ってなんだろう毛と毛の間を埋めます。そしてこちらですね、ふわふわのブラシにこの明るいカラー取って、ポイポイポイと眉頭ですねのせていきます。で、私の眉毛ってこっちの眉頭がね細いんですよね。それめちゃくちゃコンプレックスなんですけど、ここは気持ちちょっと太めで描いています。はい、こんな感じ。なんか前とね違うとこって言えば、この筆圧っていうのかな、それをすごくね軽い感じにしたんですよ。そしたらこんな感じの眉毛ができます。はい、そしたらですね眉毛いつも全部眉毛いつも使ってるやつなんですけど、ヘビーローテーションのカラーリングアイブロウの06番ピンクブラウンを使います。これはねそろそろなくなるからまたねちょっと変えようかなって思ってるんですけど、こんな感じで軽く染めてあげます。はい、眉毛はこんな感じです。結構ナチュラルな感じに仕上げました。そして次はアイメイクをしていくんですが、アイメイクはね最近これ使ってるんですよ。サナエクセルのイルミクチュールシャドウのチョコファッジっていうカラーで、これがねすごいね使いやすいんですよ。こういう風にペーってね中指に取ってあげて、こうやってフォフォフォってやるんです擬音ばっかりなんですけど、こんな感じでアイホール全体にのせちゃいます。のせちゃいます。普段のメイクはやっぱりもう時短が命って言っても過言ではないぐらい、私は常日頃急いでいるので、こんな感じでねほんと適当に適当に塗っちゃいます。このエクセルのイルミクチュールシャドウっていうのがね結構ぼかしやすくてフィット感が結構あるのでいいんですよ。ぼかしやすいしフィット感あるしで、すごいすぐアイシャドウをこういう風にねのせることができます。
そしてちょっとね、目めっちゃ怖くなるんですけど、こんな感じで、ほい、下まぶた全体にものせます。で小指、何もついてないんですけど、小指でこの周りを少しこういう風にねなじませるというか、ぼかすというか、はみ出しちゃった部分ちょっと消すみたいな、そんな感じでほいっとやっちゃってます。どうですか、すごいもう美容系 YouTuber らしからぬ適当メイクなんですよ。そしたらね、次にこれを使います。これもデパコス購入品でご紹介したんですけど、あ、これもエスティローダーです。エスティローダーのピュアカラーエンビアイシャドウのマグネティックローズブリリアントっていう14番のカラーで、めちゃくちゃこれが可愛くて本当に超可愛かったんですよ。色はねこんな感じで、すごい輝きの強いベージュっぽい感じのカラーなんですけど、これをね中指にバーって取っちゃって、この黒目の上ですね、黒目の上らへんにフィ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 っとこんな感じで軽くのせるんです。そうするとすっごいこうやってね立体感が出るんです。わかりますかこの明るさを足してあげるみたいな、そんな感じでやってます。ほら綺麗でしょそしたら、まあ、付属のチップでも指でも何でもいいんですけど、また同じカラーを取って、この涙袋のこの黒目の下の部分ですね、ここだけのせます。こんな感じですね。アイシャドウはねたったのこれだけなんです。最近やってるのはめちゃくちゃ適当な感じなんですけど、次にアイラインを引いていきます。アイラインはね2色使い分けていて、ブラックの時は結構かっちり決めたいなとか、なんかちょっと濃いめメイクしたいなとか、まあ、どっちかって言ったら少しかっこいい感じにしたい時にブラックを使っていて、ブラウンはですねもう本当に普段だったりとかナチュラルだったりとか、あとは優しい感じの目元にしたい時はブラウンを使っています。今日はね特に用事がなくて決めなきゃみたいな感じのことがないので、今日はブラウンを使っていきます。私が使っているこのアイライナーはキャンメイクのラスティングリキッドライナーの02番っていうカラーで、こんな感じで横に流してますね最近は。で黒目の中心ぐらいまでこんな感じで乗せてます。乗せてる？引いてます。そしたらね次にビューラーをしていくんですけど、まあ、ビューラーはグリングリン上げるのが好きなので結構強めにカールをかけていきます。このまつげがしっかり上がるとまぶたを持ち上げてくれるんですよ。そうすることによって目が大きく見えるので、私はもう根元からがっつりグリンと上げちゃいます。はい、 OK、 こんな感じで上がりました。めっちゃ上がってませんか。はい、そしたら次にですねマスカラ下地を塗っていきます。マスカラ下地はヒロインメイクのカールキープマスカラベースを使っていきます。このマスカラベースすっごくすっごく優秀で、本当にめちゃくちゃ優秀なんですよ。色がまずねこの繊維がブルーグレーっていう色で、このマスカラベースだけでもなんかナチュラルなまつげで少し伸ばしてくれて、カールキープもしてくれるからいいし、もう時間ない時はもう本当これだけつけちゃう時もありますし、あとねこれが洗顔料とお湯でオフができるタイプなので、普通ってマスカラ下地ってウォータープルーフで専用リムーバーが必要じゃないですか。そんなのも本当にいらないのでめちゃくちゃ好きなんですよこれ。はい、こんな感じでさっきもよりね長くなりましたね。このマスカラベースを乾かします。シューって、で乾かしてる間にですねフェイスメイクをしていくんですが、とりあえずリップからしていこうと思います。リップは最近普段使いはもっぱらこれですね。もっぱらこれ、はい、ロレアルパリのルージュシグネチャーの116番、これめちゃくちゃ使えますね本当に。多分ねパーソナルカラーが秋の方は絶対似合うと思う。本当にすごくいいリップです。今ね下唇だけ塗ったんですけど、あまり違いがわからないと思います。これはですね私の唇を少しブラウンがけてくれるようなリップで、すごい色もすごく普段使いもしやすいし気に入っているのと、あとねテクスチャーがめちゃくちゃ軽いんですよ。普通にティントってあるじゃないですか、ティントっぽい塗り心地なんですけど、すっごい軽いんですけど、私が大好きなマットな質感にしてくれるんですよ。本当にこれもう素晴らしくて、確実にこの10月のお気に入りコスメに入るアイテムですね。絶対これ入る、本当に使いやすい。今
はまだマットじゃないんですけど、後々マットな質感になってくるので、本当にね、この唇一つマットにするだけでめちゃくちゃおしゃれな顔になるんですよ。なので私はもうマットなリップやめられない、止まらない、はい基本的にですね、ここは全然もう普段変わらないところになります。で、気分によって変えるのが、まあハイライトとチークを気分によって変えます。このほんのりブラウンリップがですね、すごくおしゃれなカラーなので、おしゃれにしたいなとかっていう時はちょっとブラウンがかったオレンジのチークをしたりもしますし、今日はナチュラルにしていこうかな、カジュアルにしていこうかなっていう時は、コーラル系を使うんですけど、まあ、今日はそのナチュラル系をしていきたいと思います。今回使うのはですね、この資生堂のインナーグローチークパウダーの6番アルペングローっていうカラーで、コーラルオレンジみたいなこんな感じのカラーになります。これをですね、こういう風にブラシに取ってあげて、めちゃくちゃこれが発色がいいので、こんな感じでいつもねティッシュオフをするんですけど、こういう風に斜めに入れることが多いです。で、一番高くなってるここの頬骨の部分が一番濃くなるように私はのせています。そうするとね、顔に立体感が出ていい感じで、血色感もほんのり出るので、こんな塗り方をしています。いかがですか最近ハイライトはですね、この同じ種類の資生堂のインナーグローンチークパウダーの01番インナーライトを使うか、あとはこれですね、みんな大好きマックのミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードを使うか、このどっちかになります。こっちがね、結構肌なじみがよくって、こうナチュラルにお肌の内側からピカンと発光してくれるような感じと、こっちがちょっとピンクっぽい感じなので、少しね女性らしい感じかなと思います。こうピカピカ具合で言ったら、この資生堂の方がピカピカするかなっていう感じです。この前上げた動画でですね、このハイライトを使っているので、今回はね、こちらのマックのミネラライズスキンフィニッシュのライトスカペード、めちゃくちゃ早口だったけど、こちらを使いたいと思います。普段はですね、私シェーディングをほとんどしないですね。もうハイライトまでで終わっちゃいます。こういう感じの筆にとって、このチークの境目をぼかします。このハイライトを仕込むだけでね、一気に手の込んだメイクになるので、ハイライトは私は結構欠かせないですね。チーク忘れてもハイライトはしてます、いつも。そして目の下です。ここにもね、入れてあげると手が込んでるようなメイクになる。で、私の場合は目がどっちかって言ったら離れた目なので、離れた目の人はこの眉下の中央部分にのせてあげるといいらしいです。これはマックのメイクアップアーティストの方がおっしゃっておりました。そして、まあ、鼻筋のせるときとのせないときありますが、今日はのせようと思います。これでね、ほぼほぼ終わりなんですが、マスカラベースをですね、乾かしていて、今やっと乾いたのでこちら塗っていきます。デジャブのラッシュノックアウトエクストラボリュームっていうボリュームタイプのマスカラです。これはね、お洋服タイプなので、もう毎日使いにはもってこいな、そんな感じのマスカラちゃんになります。で、このマスカラちゃんはですね、本当にセパレートが綺麗なので、すごい好きで使ってるんですけど、これの下まつげ用っていうのも売ってるみたいで、それもね、ちょっと集めようかなと、購入しようかなと思ってます。そのぐらいすごくね、毎日使いに しやすいマスカラさんですね。こちらはわかりますか、こんな感じでボリュームが出るんです。あとね、このフィルムタイプのいいところって、まぶたについてもウォータープルーフよりね、結構指とかでピッてすぐ取れちゃうっていうところもすごくいいなって思っているところです。私ね、まぶたによくつくんですよね。多分まぶたが厚いからかな。はい、上まつげ終わりました。ほら、かなりボリュームが出ます。で、同じやつで下まぶたもしていくんですけど、これがね、またブラシが大きくてやりにくいので、本当に下まつげを買おうと思ってます。はい、メイク完成です。仕上がりはこんな感じになりました。はい、以上になります。少しでも参考になったら嬉しいです。今回はですね、ブラウンナチュラルブラウンメイクで、しかも簡単バージョンみたいな感じでやってみました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。